自武教局像赤間神宮所蔵自武教局管理3年9月11日は、平安時代末期、鎌倉時代前期の女性、武藤より金の娘、実名は秋子、平智もの性質、あと高倉院の乳母、子に、平智明、平智忠中納言局、はじめジュニー平時子に仕えて、南味方と呼ばれ、自称3年、 森貞親王の乳母となって孔明を自部教とした。後年は市場局と呼ばれる。出自ははっきりしていないが、味方と継承で呼ばれるのは大臣の娘であることから、自部教局が時子の女房となった時期に、任安2年頃、平氏前世紀に同年齢の平と森の妻となり、顔元年二十8歳で長男ともあきらを産む。 衆都の平野清盛の指示によって、自称三年に生まれた高倉天皇の第二応子、森貞親王の乳母となり、夫友盛と共に自邸で親王を養育した。その後、自称、樹栄の乱が起こり、戦乱の中で、長男智明は、一の谷の戦いで討ち死にした。樹栄二年七月、森貞親王を伴って、兵士一門の都落ちに同行。文治元年四月、 壇の裏の戦いで、夫と森は自害し、兵士一門は滅亡した。自部教局は生き残って、森沢親王や県霊門員ら一門の女性たちと、共に、戸へ戻り、縁者である藤原高房夫妻の子女を大宮邸に身を寄せた。森沢親王は、上西門員もとこないの養子となったことから、自部教局は、親王の乳母として、上西門員に仕えた。 森貞親王と共に、藤原高道に指示し、琵琶の名手となった。研究7年6月、都落ちの際に幼少であったため乳母に預けたまま、行き別れになっていた次男友忠が無本を起こして教師される。首実験に呼び出された、事部教局は、生死も分からず成長した姿を見ていない、友忠の首に、夫に似た面影を見て、友忠の首であろうと答え、涙したという。 上級三年の上級の乱を、ご堀川天皇が即位し、その父森貞信王は後高倉院として、陰性を取った。自武教局は後高倉院、新帝の母北、白河院を支えて、再び脚光を浴びる存在となる。寛義三年、八十歳で死去。平家物語が成立したとされる千二百三十年、頃、ろ、自武教局は存命であり。 平氏の血を引く天皇の世となって、平家の女性たちが権勢を持った時代であった。自称物語が平家物語とタイトルを変えていったのは、当時の社会状況が微妙に影響した結果と考えられる。ありがとうございます。